やーハロー、こんばんは、マジラジオ芸人ハマーです。はい、現在11月20日土曜日の午前2時27分ですね。はい、15分ぐらい前ですかね、うちの母が寝ましたんで、はい、もう多分ちょっといびき聞こえるんで、ちょっと多少は声出せると思います。はい、先ほど白い空のアクアトープのね、20を見終えました。もう辛いわ、ハククル見てて。はい、では今からですね、ヤクならマグカップも2番ガマ8話見ていきたいと思います。今週も癒されましょう。はい、ということで、自己紹介、僕の名前はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。はい、この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴16年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社を辞め、パフォーマーになり、主に子供たちの前で勝負してますけれども、現在コロナの影響で去年の2月頃から事実上の無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマって、約1年7ヶ月で500作余裕で超えてきました。アニメ見てます。気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、で、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに、作品ごとにまとめてますんで、そちらをチェックしてみてください。はい、来年9月にはでかい発表があります。お楽しみに。はい、それでは行きましょう。 D アニメストアですね、3、2、1、スタート。あ、ちょっと待って、なんでやねん、あのたまにある、あの再生を押した3秒後にスタートするやつでした。ごめんなさい、もう一回行きます。はい、3、2、1、スタート。 OK、 頼むわ、昨日待ったんですよこれ。写真やね。なおこのね、姫の月は最高。これ1枚だっけ、歌無調の先へ、いいタイトルですよね、無調の先へ。立ち見駅生きてー、 13.2 度。ブリリアントってなんや、
しりとりしてるやん。そうね、滝川姫名はあれだよね。これはこれ、荒井慶太郎さん、俳優。十兵衛かも。ああ、そう、そうなんや。おばあちゃんがファンなんやね。おばあちゃんの意外な一面が見れたね。あ、ほんで時次郎が。指導かな、陶芸指導したんかな、おじいちゃんが。瞳子先輩の編みへんけどね。あら、くくりちゃん。くくりちゃんは自分があれやね、瞳子先輩の背中を押してあげたかったのね。
あ、そうね、相談したいことがあってメール打とうとしてたもんね。見してんのか。カツサンド。どうした、おじいちゃん、なんか気づいたかな。嬉しいな、それは嬉しいね。いい話や。今のは姫野にも響いたか。サチエさんになってるやん。さあ、東子先輩はじいちゃんからなんか。アニメのサムネイル、これか。わあ、これおじいちゃんからなんか話あんやろな。これ飯テロや。この時間にバーベキューを見るのはいいか。めっちゃ腹減るわ。
チャタイル。しばらく食うてへんな。1年以上食ってないかも。この本泉レアさんのここどうなってんねん。わ、これはやべえ。腹減るわ。すごいな、さばけるんやね。なあ、わあ、アジの刺身。それしか出会うわ。腹減る。これめっちゃうまい。
まそうやなこれ、けいちゃん。うまそうすぎる。ちょっとあの一人暮らしの時によくね、あの業務スーパーのね、あの2キロ入った焼肉を買ってたんですけど、それを焼いた時を思い出す。流しそうめん。おい、来週もこの時間払えんのかい。あ、荒井系だと堀内健雄さんやないか。このエンディング好きです。二頭身キャラのみんながめっちゃ可愛い。ここ好き、ここ好き、この松戸デイモンのね、ここ好き。姫野がね、まだそのあの姫野ワールドのね中に、自分の作ったマグカップを置くために考え事をしてるのにしりとりになってたのがおもろかったですね。うん、ギャグでしたあれは。でそこで、来たのが荒井慶太郎さんという俳優ですかね、ベテラン俳優さんが、
時志郎というカフェの名を見ておおってなってた、入ったということで、そしたらおばあちゃんがめちゃめちゃ大ファンやったんですね。でまあ聞くと探してるのが十兵衛釜って言ったっけ、あの東光先輩のじいちゃんのとこね。でまあ時志郎さんが連れていくことになって姫野と一緒にね。で姫野は姫野でまあ東光先輩になんか相談しようと、してたけどちょっと手が止まるみたいなね。でいざ行くと、あの大きくなったね東光ちゃんみたいな、ああいうのいいですよね。なんかこう猫を抱いてる東光先輩がちょっと可愛かったですね。まあ、ちょっとこっからがいい話でしたね。なんか実際ありましたね。ビートたけしさんのお母ちゃんだかな、なんか誰かがそんなやってましたね。一切褒めへんかったけど、死後になんか見つけたノートかなんかにね、切り抜きがいっぱいあったみたいな、確かなんかでたけしさんじゃなかったかな。なんか聞いてもらえません、リアルな話でね。ちょっとその慶太郎さんの話を聞いて、気がつけば親父に褒められる演技をしようとしてたっていう言葉で東子先輩と姫野がハッてなってましたから、だから東子先輩はその呪縛から前回解けた、で大皿を作ったんですよね。まあ、くくりちゃんがね、自分が東子先輩を励ませへんかったのをちょっと悔しがってたっていうかな。あ、確か大皿の色が青じゃないからかなんか言ってたかな。東光先輩って基本青が貴重かな、なんかそんなんだっけな、確か。ちょっとくくりちゃんが悔しそうな姿っていうのがね、またノーメガネストレートというちょっとおおってなりましたけど、ちょっとくくりちゃん悔しそうでしたね。なんで姫野ちゃんが あんなこと言えたんだろうなみたいな、なんかそんな言うてましたね。で姫野も多分慶太郎、荒井慶太郎さんの言葉で何かこうピンときたのかな、ハッとなったけど、それにより東子先輩にやっぱ相談はええわと なりましたね。でまあ最後におじいちゃんが東子ちょっとええかと、時間あるか言って、あれもおじいちゃん自身もあれかな、その荒井さんが言うた何かをこう実は東子先輩を実は褒めたいのかな。その文化センターちゃうわ、文化センターはうちの近所です。あの文化祭に来てたこともね、あれ確か小泉先生に内緒にしてってたかな。だからほんまは東子のことを実はめっちゃ褒めてんのかな、実は。それをあの寺みたいなところで話すんかな次回。まあ若干話がシリアスになってきたような気がしますけどね。